こいついつまで追いかけてくるんだ。頼む、誰か助けてくれ。もう足が限界だ。司くん、あとちょっと頑張って。もうすぐ助けるから。肉、麺、準備はいいかい？うん、オッケーだよ。それじゃあ、獅子の湯との捕獲作戦を開始しよう。おお。よいしょ。はい、よいしょ。すごいすごい、エムちゃん、お餅つくの上手だね。やったー、ミクちゃんに褒められた。この調子ですっごくすっごく美味しいお餅を使うね。獅子舞ロボさんもお餅つきたいの？わかった、後で一緒にやろうね。エム君が獅子舞ロボと仲良くなれたようでよかったよ。徹夜で作った甲斐があったな。すごいね、ルイ君、本当に生きてるみたい。でも、なんで急に獅子舞のロボットを作ったの？季節の行事に合わせたロボットを作ってみようと思ってね。ネネロボからシステムを流用してはいるけど、人工知能を搭載しているから全自動で動くんだ。へー、なんだかよくわかんないけど、すごいね。ねえ、誰かこっち手伝ってくれない？お餅取り分けたいの。私が手伝うわ。一緒にやりましょう。今日は正月だけあって、どこもかしこも盛り上がっているな。そうだね、最近は新しいショーのアイデア出しに行き詰まってたところだから、息抜きできてよかったよ。ほう、カイトたちの新しいショーか。うん、ミクが見つけてきた大型ネットで何か面白いことができないかって話してたんだけど、なかなか難しくてね。それにしてもよくウスとキネを見つけてきたね。かなり年季が入ってるみたいだけど。ああ、あれか、年末の大掃除の時にエムが家の敷地内にある蔵で見つけたらしい。あっ、急になんだ。お前はエムと一緒に餅つきするんじゃなかったのか？どうやら司くんのことが気に入ったみたいだね。一緒に遊びたいんじゃないかな。俺と、まあどうしてもと言うなら遊んでやらんこともないが。いてて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 、おい、頭をかじるな。遊んでやらんぞ。タスくん、危ない。な、なんでキネがこっちに飛んで。おい、獅子舞ロボ、早くお前も避け。ごめんね、獅子舞ロボさん、私が手を滑らせちゃったから。あれれ、獅子舞ロボさん何も喋らなくなっちゃったけど。おい、返事をしろ。もしかして壊れたんじゃないか。おい、ルイ、こいつのメンテナンスを。え？な、やめろ。こっちに来るなー。